こんちゃーす。中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。水曜日はスピランの日。風変わりな鬼畜スピラン。風変わりなスピランってなんだろう。風変わり。参りましょう。これは多分最初ボタンを押さない方が良さそうですね。うん。うん。え？届かない。三段ジャンプじゃないと。トン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 。ナントーン。オッケー、三段出た。はっ。ああ、三段難しいぞ、ここ。タン、タン、タン。あれ？三段出なかった。いやー、二段になっちゃうんで、じゃあ、クルーン一回入れるか。いやー、二段になっちゃうな。どうしよう。これでどうだ？強引だけど。え？なにこれ？いや、むずくね多分やり方は違うんだけど。強引にこれで加速して。ダメか。オッケー。で、問題のここよ。届かないよね。そうだよね。ここがよくわかんねえな。オッケー。ここか？いや、違うよね。普通に止まってこういった方がなんか、確実性がありそうな気するわ。お、と、こんな感じ、ほら、こんな感じだ。おー、でも、ドッスンはジャンプするから、よいしょ。見えたぞ、ついに。俺喋る余裕ねえな。スピンして、ジャンプですね。ギリギリ、オッケー。ギリギリ、オッケー。これは持ってく。え？死ぬよね。What？ ここがわかんねえな。これは、風変わりスピラン、こと、謎解きスピランでしょ、こんな。把握しなきゃいけないのがすげえむずくね。こうだ。こうだ。うん、ちょっと早い。ちょっと遅い。あー、ちょっと投げるの遅いな。あー、投げるの遅いか。ん？かぶるのか。これ長かったら新設入ってもおかしくない難易度ですね。あー、スピンなのね。なるほどね。しっかり持って投げて、持って投げて、持って投げて、かぶる。あー、スピンだった。あー、今生きてたけどね。ピンポンパンポに合うか。あー、惜しい惜しい惜しい。あー、結構でも時間なくねえか。あー、惜しい。あー、全然間に合わねえ。あー、押せ。あとちょい。ピンポンパンポン。you
よし、来た。よーし、やったー、クリアしたぞー。今早かったな、コビキック。まるでサスケ、まるで忍者のようだったな。壊した瞬間壁キック始まってたもんね。いやーマジこれきついわ。これはねおすすめできない。やんない方がいいよみんなは。これは疲れたわ。全然喋る余裕ねえの。あのね、途中のドッスンのとこあるでしょ。あのパウの前のドッスン、あそこが一番死んだわ。あれが一番難しかったです。これはそうですね、これクリア率 0.01 いくんだろうなーって感じです。これどうなんだろう、時間余るよね。これだけじゃきついですよね。これ準新設、もう新設であげてもいいけど、準新設であげちゃおうかなって感じですね。もうちょっとやっていきましょうか。入るんだよね。入りまして、え？わーっ？どういうこと？おー、なんか出てきたんだけど。おー、キノコ取れなかった。ワン、ワン。すげえ、こんなことできるんだね。この、砲台をスルーすることができるのか。なんで右に行ってんだ？あ、そうか。これだ。奥がよく見たら。踏まなきゃいけないっすよね。うわ。降りていいんだ。OK。よかった。レール引いてあるからね。レール引いてあるからこうなるんだよね。右にね、連れてかれるんだよね。ああ、よかった。孔明隠れてなかった。焦った、今。絶対、孔明だと思った。すんごい狭い世界のマリオですね。ワンフレームマリオ的な。入れないですね。倒しておきましょうか。入れないですね。入れないです。入れないですね。お。クラン。なんか変なのにの、なんだこいつ。わかんねえ。トゲ当たると積みはしないけど、厄介ですよね。当たった。ほーらなった、こうなって。なると思ったわ。タンタタラチャン、タラチャン、タン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 タラチャン、タラチャン。そういえば歌詞作ってくれた方がいたんですよ。でもね、全然あのリヴァイとかと関係なかったんで。このまま。まだタラちゃんの曲は完成してません。おー、余計難しくなったな。でも砲台から何かが出てくるってわけじゃないんですね。あ、揃いましたね。これは背景だよね。ブラックチョコレート。まあここら辺はそんなに難しさは感じないかな。これさ、別に横スクロールでもよかったわけじゃん。それを強制スクをさ、わざとこうやってフレーム型にしたのは面白いですよね。斬新な発想。この発想はなかったってやつですよね、これがね。あ、めえ。挟まれて死ぬ可能性が十分にあるんで。あ、めえ。でっかいからこそ難しかったですね、今のは。入ります。OK。おー、ゴールだ。お疲れ。面白い。まるでフォトフレームのようなコースだ。これまた凄そうなコースですね。チームワークキャッスル。ヨッシーとかを使っていくのかな。こうだね。こうですね。これで先に進めますね。
上に進み、そっか、チームワークとはそういうことか。あ。オッケー。で、ボム兵ちゃん爆発。これで上、さらに。お、被るんですね。あー、なるほど。こういうコースも面白いよね。一回こういう系のコースで、積んだ記憶あるな。あれ次どうすんだってなった記憶があるわ。これは P スイッチかな？ですね。こう踏んで、こう進み。よいしょ。オッケー。加速して、落ちてきて、ボム兵ちゃんが、道を作ってくれると。オッケー。で、オッケー。進む。進む。ボム兵がまた道を作ってくれる。上に行く。ヒップドロップで下に何か。なるほど。お、キノコ。これでドンと。オッケー。ドンと。わーっ？この後どうする？あ、隠し？あった。ここでまさかの隠し来ましたね。完全に想定外な隠しだったけど。ズドン。で、持って、ドン。どんどん上に上がっていってますね。ファイヤーが一番上に隠れてる。だな。オッケー。はい。ヒップドロップで、ズドン。道ができます。ズドン。道ができます。お、プロペラマリオ。上に上がる。こいつを使ってあげるのかな？オッケー。おー！おー！おー！チームワークの勝利だ。お疲れ様でした。うわぁ！三島、お疲れ様でした。楽しいなぁ。これ作るのすごい時間かかるんだろうなぁ。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。